原曲と同じキーで歌い上げる男性ボーカリスト森内博樹さん。このカバーアルバムは iTunes アルバムチャートで1位を獲得するなど、今数々のチャートを席巻しています。綺麗な声だなって、透け通るような感じの声がさ、かっこいいなみたいな。すごい DNA 欲しい。実は森内さん、父は森進一さん、そして母は森まさこさんという誰もが羨む最強 DNA の持ち主なんですが、僕結構全然学校時代ヒエラルキーのトップにいたタイプじゃないので、はあはあ、休み時間とかこう苦でしたね、かなり。じゃあちょっとキラキラしてるような人を見るとなんか疎ましく思います。意外にも地味な学生生活を告白。華やかな経歴に隠された素顔とは。2012年ロックバンドマイファーストストーリーのボーカルとしてデビュー。なんと高校生になるまでカラオケにも行ったことがなかったんだそう。高1高2ぐらいで初めてカラオケってものに行って、精密採点みたいな、はいはいはい、あれがあるじゃないですか、はい、あれを友達とやっていっぱいやって何回も負けるんですよ。え、友達に負ける負けるんですよ。もう完敗、もう悔しくて泣きそうになったことありますから。本当に悔しさをバネにカラオケで歌唱力を磨いたという森内さん。偉大な歌詞を両親に持っていたからこそ、当時は歌手を目指すことはなかったといいます。ほぼ毎回ご家族のこと聞かれると思うんですよ。はいはいはい、うん、いや僕も逆の立場だったら聞くと思うんですよね。あ、僕も聞きます。じゃあ気を使わずに聞きますね。はい、全然大丈夫です、はい、日本一有名な音楽一家間違いないと思うんですけど。ありがとうございます、はい、そのプレッシャーたるや、歌手を仕事にしていいっていう認識が全くなかったです。うちの父親サラリーマンだから、じゃあ自分もサラリーマンやろうかなっていう選択肢だったりとかって出てくると思うんですけど、自分の父親が森進一だなって思うと、なんかいや、じゃあ僕も森進一やろうかなとはならないじゃないですか。なれないじゃないですか、絶対的に。職業がもう森進一だったみたいな感じなんですよね。ところが一転、バンド活動をきっかけに音楽の道へ。一番近くにある意味で一番いいお手本がいるという感覚にも取れるんですけど、はい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 、相談してこう自分が例えば右だと思ったのに左って言われたら、なんとなくこう左が正しく見えてきちゃうじゃないですか。やっぱ先輩とか父親とかに言われたら。でもなんかこう右に行く価値みたいなものを当時からちょっとこうあったんですよ、自分の中で。すごい嫌だったんですよね、そこを示唆される感じが。両親に頼らず我が道を行く反骨精神、その姿勢に多くの若者が熱狂しています。俺は今まで辛いこともたくさんあった、苦しいこともたくさんあった、言いたいこともたくさんあったよ。それでも俺らは生きてる、それでも俺らは戦い続けてる。生きる理由なんて何だっていいんだ。でも俺の生きる理由はただ一つ、お前らと一緒に生きていくことだけだ。この曲は難病と戦うファンとの交流から誕生しました。ファンに寄り添う気持ちは自由に動けないコロナ禍でより強くなり、励ましのメッセージと音楽を発信し続ける方法を探したんだそう。そして森内さんがたどり着いたのは、最大の武器、声を生かしたソロでのカバーアルバム作り。女性アーティストの楽曲を原曲キーで歌うことにチャレンジしているんです。このままずっと家にいるのというか、なんかこう立ち止まってる感じがしたんですね、自分自身が。まあバンドメンバーともなかなか会えない状況が結構続いてたんで、なんかできることないかなと思った時に、
みんなの SNS の声とかを聞いて、なんかこの曲歌ってくださいとか、結構まあ前々から聞いていたんで、バンドとは違う別のやり方でこうみんなに何か届けられたらなっていうのが一番最初のきっかけでした。苦しい状況でも立ち止まらずに前に進む、そんな森内さんがみんなと一緒に目指す今できることとは。今できること、自分力アップ。こんな状況なので、自分自身と向き合う時間がとてもとても、増えると思うので、自分が今できてないことだったり、今から自分のやりたいことをたくさんたくさん挑戦できるいい時間になれるように、自分力を上げられる期間だなと思います。